はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。では今回はステラリス続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとね、いまいちまだ全然慣れていない状況なので手探りではあるんですが、チュートリアル状況レポートを見ながらね、プレイの方は進めていきましょう。まずは友情教、これ狂信者集団ですよね。これ狂信者の船を壊滅させたいよな。で、どこにいるかというのをちょっともう一度確認しましょう。狂信者の船が多分この赤いポーチ、これ狂信者なんですね、きっとね。敵対的になってるもんね。こいつらを叩かなきゃいけないわけだな。なので味方の艦隊、Military fleets are used to protect our emerging empire from threats or to expand our glory. これが今見ているのが味方の艦隊ですね。で、リーダーをまずは任命する。この辺りはハーツ・オブ・アイアンに似ている感じですね。じゃあ提督を雇用していこう。年齢も出ていて特性も出ているな。適応力、ここはみんな何かしらの特性を持っているんで、上2人は同じ特性を持ってるかな。ハスク・ゲンター、これ同じ名前なんですね。ハスク・ゲンターっていう2人、年齢は35歳と49歳でちょっと違いますけど、このハスク・ゲンターっていうのは、経験値の入手がプラス 25% で、一番下のハスク・エンデックは艦隊の兵隊の名人で、維持費がマイナス 10%。 じゃあ彼を雇う？ちょっと待って、お金がない。うん、雇えないわけだ。雇えなくても出撃はできるんだろうか。艦隊管理、移動、解散、目標攻撃。じゃあ目標を誰にするかだよね。目標はこいつらだ。友情教、敵対的、さっき出てた彼らですね。狂信者集団、この狂信者集団、友情教ですよね。今見ていただいた。じゃあ彼らに対して攻撃を仕掛けるでいいよね。うん、じゃあこのままちょっと先に進めていきますか。This is our construction ship, which is used to construct space stations. で、あとはできるものをちょっと見ておく。宇宙基地に行ってコロニー戦か。今ただお金がないからな。どうする？ちょっとここは様子見する？まずは。まあ、宇宙基地に行ってコロニー戦、やっぱりそうだよね。鉱物資源が足りないのでどうにもならないよね。じゃあこれはちょっと一旦先送りにして、タイルの障害物も先送り、資源の生産かな。鉱山ネットワーク、採掘ステーション、これは入れているはずなので、じゃあこれで時間を進めていきましょう。まずは何といってもこの艦隊だよな。敵のこの艦隊、友情橋の3隻の艦隊、ちょっと待ってね。ちょっと待って待って待って、敵艦隊と戦闘が始まってる。何これ。いや大丈夫なのか。虎の子の3隻の艦隊なんだけど、これが万々が一なくなると何もできなくなるっていうね。ちょっと一旦時間止めちゃって、チュートリアルファーストコンタクトが何も指示を出せてないんですね。じゃあこれを先にやっちゃいましょう。
宇宙の暗黒の中で未知の存在に遭遇した時にはコミュニケーションを確立することを試みるべきです。調査プロジェクトを研究することで実現可能と。ファーストコンタクトの調査プロジェクト。ただ今調査プロジェクトって何も出てないよね。いう状況はまあ普通に今戦闘してますよね。でコロニー戦はやっている。タイルの話は全く次元の違う話、資源も違うよね。ユートの異物の回収もちょっと違うから、そうなるとどうなんだろう。何をしなきゃいけないかっていうのがピンとこないな。とりあえずはこの目の前の戦闘に勝ってくれることを祈るか。大丈夫なのかな。多分この数字がヒットポイント的なものだとは思うんですけど、かなり緊迫した戦いになってますよね、これ見る限り。いや、ここに来て一気に押されてるけど大丈夫。いや、ここに来て逆転してる。何なんでしょうね、この違いは。一旦ちょっと時間を止めちゃいましょう。異端者の艦を無力化した。よし、これ友情郷を撃破したってことですよね。我々の勇敢な軍勢は巧みに異端者の艦隊のうち1隻3隻やったはずだね。艦隊はほとんど無傷で内部から微弱な生体反応を検出。手短な機関を全て排除したので生存者を確保するため突入作戦を実施するべきですと。彼らからディビニーファニー教団の究極の目標を聞き出せるかもしれない。ブリーチングチャージ、異端者の船を強襲せよ。これはじゃあやりましょう。でもう一つ、コーネ・ホローズでの出会い。何らかの異星種族の船団とコーネホローズ星系で遭遇。おお、でドズニアには駆動音が届いていると。おお、興味はそそられるといえばそそられるけど、まずは目下のこの戦闘ですよ。戦闘、しっかり撃破してくれないとね。ちょっと一旦時間を止めて、異端者の壊滅させましょう。今のは3隻対3隻だったからいいですけど、これ数が多かったら負けてましたよね。でさっきのこれあれですね、ファーストコンタクトはここでようやくスペシャルプロジェクトが発動できた感じですかね。プロジェクト完了ですね。これは強襲かけたと。異端者の船一隻を無効化、無力化したものに対して強襲をかけたというところですね。じゃあちょっと一旦時間を止めて中身を見ていきましょう。
無力化した異端者の船に突入した我が部隊は生存者に激しい抵抗を受けたが、何名かの囚人の確保に成功。彼らからの事情聴取で判明したことは、当初の疑いよりはるかに深刻な状況。友情系の潜入工作員には宇宙軍の召喚や政府の高官が何名も含まれていたのだ。トズニアでは大勢が検挙され、教団所有の全資産が差し押さえられた。しかしそれだけでは彼らが密かに建造していた艦船の説明が全く、全てつくわけではないし、また教団の指導層は姿を消してしまった。このテロリストども追い詰めろし以外に何も指示は出す余地はないですからね。宇宙基地を建てたという話だね、ここは。じゃあ宇宙港に行って、どうする？コロニー船はまだ作れないよね。全然足りないね。全くと言っていいほど足りないんで、ちょっとここは我慢するしかないかな。で、提督を雇うにもお金がないしね、ここもまだ。で、艦艇は1隻撃沈されてしまっているんで、3隻いたのが2隻になっちゃっているっていうところかな。ここはでも本当に艦隊を割と早い段階で増強していかないと大変なことになりそうですね。This is where we manage all ground forces on this planet. The upper portion of this view is divided into three sections. The top section we see a visual representation.さて、じゃあまた時間を進めていきましょう。調査船が今どこにいるかだな。ちょっと調査船の様子を見ておきますか。で、建設家にここにまたね、宇宙港を作らせておきたいっていうのもあるしな。建設完了。This is our system starbase.さて、宇宙基地のアップグレードの話が出てきましたね。そうするとここで何ができるかというと、まずは宇宙基地でモジュールの追加ができると。空のモジュールに、造船所なり停泊所なりもろもろ作れますと。で、建造物に関してはちょっと今スロットが埋まっちゃってますけど、クルーの居住区が作れると。で、他何ができるんだろうね。水耕栽培、資源栽培、こういうものが作れますということだね。で、造船所だな、造船所。造船所で造船をしよう。何はともあれ。結局、今だと、いやー、これ、鉱物資源がなくて、失った艦艇を補充することができなくなってんだな。ここちょっときついですね。このままだと次敵が現れた時に2隻で戦わなきゃいけなくなるんで、より強大な敵艦隊が現れた時に対応できないな。
とはいえ鉱物資源を集めていかなきゃいけないんで、そうなると鉱物資源を得るための採掘資源場所を探しに行く、それが一番重要だよね。ビハムに鉱物資源が取れるところがあるからビハムに行こう。ビハムに行ってビハムでビハムの3、ビハムの5、ここで取れますね。じゃあビハムの5で、いやーここでもお金がない、いや鉱物がないか、ちょっと待ってね。観測地点じゃなくて今欲しいのは採掘ステーション、採掘ステーションが欲しいので、どうする、ビハム3で作る、ビハム3に採掘ステーションを作ろう。でさらにここにコロニー船を派遣するが別途かな。ちょっと待ってね、採掘ステーションをビハムに作って、ビハムに採掘ステーションを作れば、ここから得られるものが増えてくると。でさらにビハム3にはコロニー船を派遣できるわけだな。でコロニー船を作るためにはもう一回宇宙港に戻りますが、鉱物が全く足りないというわけだな。いやーなかなか厳しいですね。じゃあ時間をまた進めていきましょう。艦隊の処理が完了しましたね。まあそもそも艦隊の数自体が減っちゃっているので少し心もとないはもとないんですが、じゃあちょっとビハムから都心に戻りましょう。いやー造船所でちょっと作りたいんだけどな、艦隊をね。あでもあれですね、修理をして2隻しか稼働してなかったのが3隻に戻ってるのは戻ってるんだな。とはいえまだまだ欲しいな、さっきの戦いぶり。強心者を叩くのに結構苦戦した感じになっちゃいましたもんね。さて伝統が可能になった。ちょっと待ってね、どれにするかって結構重要だよな。波動にする？波動。銀河の未来はそれをつかみ取れる力を持ったもののものだ。なんかこれラインハルトが言いそうな感じですよね。波動を採用しておこう。で稼働していないところがあると言われてもな、結局人がいないところ、例えばこことかここ人入ってないけど、ここにどうなんだろう、ポップを移住させなきゃいけないわけでしょ。Some buildings may cause adjacency effects to other buildings in neighboring tiles. Let us take this into consideration when constructing new facilities. いやーそうなんだよね。そうなるとこれを建てざるを得ないんだよね。いやここに人を入れたい。誰か人を。ここに人を入れたい。
さて、古代の採掘ドローンの話が出てきています。いくつかの星系での新宇宙ドローンに関する報告が調査されてきた。これらは軌道上の自動採掘、採鉱活動やその管理を担うもので、装置の状態からして数千年前に設置されたもの。ドローンたち自身以外に面倒を見るものはすぐにいなくなったと。掘削レーザーを装備しているんだね。敵をむき出しにこそしていないが、ロズリーの船が接近すること明らかに筒先を向けてきている。なるほど、攻撃態勢に入ってきてるわけだね。どうしようかな。採掘ドローンの観察、採掘ドローンの解析、連載イベントを開始する。なんかこっちの方が面白そうだからこっちにしましょうか。よし、ここなんだよね。ここに人を入れたいんだよ。とにかくここに人を入れたいんだけどな。今ポップがいないからね。ここにポップさえ入ってくればここから稼働して、少なくてもこんだけ鉄鉱物資源が入ってくるわけですよね。これ欲しいんだけどな。さあ状況レポートを確認しておきますか。いう状況は、次は異端者の船の強襲が完了したよね。次は逃走中の強襲者の船のイオン航路をこの星系の近くに検出。偵察だね。どこを調査するかっていう話になるんだ。まあ上から順番にやっていくのがいいんじゃないの。そうすると オミクロンパーセ、じゃあここに部隊を派遣する。オミクロンパーセがじゃあまずどこにあるんだって話からだな。